ロッテは6日、楽天を戦。力長いとな。た、細川徹保。て、38。の獲得を初、表した。1年契約で都市。ほう、1500。万円、金額。破水定。背番号は、未定。契約後に ZOZO マリンスタジアムで会見した。細川はホッとしています。やることはキャッチャーとしてピッチャーに教えるのもそうだし、他のキャッチャーにも自分の姿を見ながら勉強しても耐えるように頑張るだけと決意表明した。西武、ソフトバンク、楽天と渡り歩みいた経験豊か富永捕手。今季は1軍で2試合に止まっていたが、練習していても2軍の若いやつより無理シューできるし、腰や膝も痛くなった。力していな。いと体は万全だ。楽天からは子地就任も打診もあったが、自分だけでは決められず、コーチと選手どっちがいいと聞いた。と12歳の長男に決断を託したという。ロッテでの現役続行に、息子はディズニーランドが近くなるねと言っていたと笑った。38歳。 CS に出場して、そこから日本一おつかみに行きたいと新天地での目標を掲げた。